行きたお疲れ。お疲れ様です。今回のテーマ。はい。恋。はい。初恋。はい。リキとの初恋。覚えてる？いや、まあ、ちっちゃい時のは覚えてないですけど、でも、なんかその、まあ、わかります。その、初恋っていうのは、うん、はい、わかります。漢字の意味ちゃうで。はい、わかります、わかります。うん、はい。どんな時に？いや、まあ、でも、やっぱり、まあ、でも、大きくなってからのが多分、感じやすいです。ちっちゃい時ってちょっとあれじゃないですか。ゆうすけ、ゆうすけ、ゆうすけ。いいですね。今でも覚えてますよ。おう、はい、いつぐらい？は、でもそれ内緒っすわ。それ内緒っすわ。内緒っす。でもバレちゃう、バレちゃう。バレちゃうんで。向こう知らん感じ。恥ずかしいんで。はい。めっちゃ恥ずかしい顔してるやん。これテーマがもう恥ずかしくないですか、もうこれ。いや、まあでもそんなに。リアリティ出さんでも、まあでも、はい、覚えてますよ。やっぱビビッとくるもあります。あー、はい、まあちっちゃい時やろ。いや、うん、大きくなってます、ね、まあまあ大きいんや、はい、じゃあ言いにくいな、余計な。そうですね、ちっちゃい時やったら別に。それまでってあんまないっす、ね、これかみたいなのないんや。ないっすね。まあ高校も寮生活で鹿児島だったし、まあ鳥取時代もそんな、なの遊ぶ時間も、遊ぶ時間なかったっていうか、うん、そういう機会もなかったし、うん、もう試合も出てなかったし、うん、そんなところじゃなかったんで、ちょっと大きい時のこれやから、ちょっと、ね、まあリアリティありすぎて、ちょっとこれは隠しとこう、はい、じゃあ、はい、芸能人とかやったら全然いいと思うんだけど、なんかもうちっちゃい頃とかでも。今はいない。前いた？うん、ほんと3、4年前までは。最近の話多いな。昔のことあんま覚えてない。あ、芸能人ですか？芸能人。うん。長澤まさみが好きでした。あー、それいつぐらい？5、6年前。近っ！それでも近っ。そうなんですよ。あの、プロポーズ大作戦の時に、うん。うん、なんか、その、あ、いいなと思った。再放送みたいな感じで見たんですよ。あー。やばくて。あ、それ見た時に。可愛かったんですけど、でも別に今は別にそんな好きな芸能人がいるとかっていうのはないです。あ、そうなんや、はい、なんかクールやな、意外と。なんでなんすか。いやいや、ちっちゃい時とか、なんかカメラ回ってるからなんかちょっとみたいな。違う、なんか作ってるわけじゃないもんな。違います、違います。なんかみんな幼稚園の先生とかさ。そんな覚えてるんですか、逆に。うん、覚えてないですわ、多分。あ、覚えてない。すいません、面白くなって。最近、5、6年前ぐらいの話ばっかするから。こっちも聞きづらくて。まあでも、大体そうじゃないですか。いや、みんなちっちゃい時からなんか、あの人好きやな、みたいな、あるけどな。まあ、あったっすけど、うん、小学校、転校したんで、僕は。あ、小学校、なるほどね。島根から滋賀に引っ越したんで、うん、小学校年生の時に。なんでそれまではやっぱ好きな子いましたけど、うん、でも転校したんで、なんか別にそれっきりだし。まあまあまあ、ちょっとあれ本気やな、ね、聞いてると。もう初恋ってなんかぼやっとしゃ飲んでいいねんけど、本気やな、もう付き合おうとしてるやん。え、ちょっとそういうもんじゃないですか。でも、あ、じゃあそれも付き合うとかじゃなくて、じゃなくてもうだって一方通行でもええやんな、好きやなって感じで。でも転校しちゃったみたいな。ああ、もうさっき高谷も言ってたんよ。あ、そうそう、うん、だからそんな感じです。ああ、もうこう行こうかなっていう時に転校。いや、行こうとも考えてないですよ。言い方、俺の言い方悪かったわ。好きやなって思ってても、うん、なんか付き合うとかないじゃないですか。ないないない、ちっちゃい時はな。なんで、うん、別に好きっていうのも別に言わずに、うんうん、別にまあ思ってたやろ、この中に。あ、思ってて、うん、転校しました。うんうんうん、それでみたいな感じでいいですか。それがこれみたいな感じでいいですか。うん、それがこれ、うん、そんな感じでした。分かったよ。はい、あんま覚えてないですね、でも、うん、はい、まあそういうことやね。そうです、あんまはっきり覚えてないから、はい、ちょっとリアルなやつを答えがちに。一応言っといたっす、はい、うん、まあ言えてないけどな、隠してるから。オッケーオッケー、はい、お願いします。まあリヒトらしくていいよ。はい、おいっす、お疲れ様でした。ありがとう、ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、いや、お疲れ様です。お疲れ様です。今回のテーマ、ちょっと恥ずかしいかもしれんけど、初恋。いや、今日は初恋覚えてる？初恋はあんま覚えてないっすけど。ちっちゃい時とか。ちっちゃい時は、
そうですね、これもそんな覚えてないです。覚えてない。はい、お前ちゃん好きな人はまあいたと思いますけど。ちゃん若いのに。まあ好きな人はいたと思いますけど。はっきり覚えてないんや。そうですね、はっきりと何々ちゃんとかは。覚えてない。覚えてないですね。ああ、じゃあ覚えてるところでいくと？覚えてるところでいくと。ちょっと年齢上がっちゃう？そうですね、中3の。お。最後の方に3学期に新しい新任の先生が来て3学期に来たそうですもう3年中3の、残り3年生ぐらいだったんですけど、はい、なんか、まあ、可愛らしい方で先生がね、はい、先生がね、そうですね、その人はちょっとあいいなと思った、あ可愛い先生だなと思ってましたけどね、はい、それがまあ記憶あるぐらいの、そうですね、感じ、それは新しいですね結構新しい感じですね。新しいね。じゃあちょっと話ちょっと変えて、はい、まあ、テレビ見てたら、はい、芸能人の人とかいっぱい出てるやん、はい、そこで行くといるやん、好き、ああそれでもいつでもよ、年代は芸能人ですか、そう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 、まあ恋とまではいかんかもしれんけど、そうっすね、うん、誰が好きだろうな、好きだったでもいいよ、ちっちゃい頃、芸能人は結構みんな好きなんですよ言い方あれですけど、言い方はざっくり、もうざっくり、もう芸能人になる人はもう、まあ確かにな、そう、やっぱ皆さん綺麗し可愛いし、皆さん綺麗なんで、芸能人になるぐらいから、そうなんですよね、結構ストライクゾーン広いな、広いっす、結構広いっすね、広いね広いんや、広いっす、やっぱでも馬場ふみかじゃないですか、へー、は美人さんだと思います、ああその中でも、はい、具体的に挙げるとしたら、そうですね、なるほど、馬場ふみか、はい、は、うん、美人さんだなと思います、おはい、そうですね、じゃあ今後も恋していこうや、今後もいっぱいいっぱいは誰ですいっぱい、まあまあまあはい、いい恋が、いい恋が、うん、いい恋ね、そうやね、いいこと言うやん、そうですね、いい恋が今後も、ね、あるようにあることを願ってね、はい、まあ今ちょっとコロナで大変やけど、そうですね、コロナがなかったらもっとなんかなんですけど ね、いろんな人とねもっと出会えたかもしれんけど、ね、まあまたそういう日来るから、うん、来ますよね、はい、そういう日を楽しみに、そういう日を楽しみに行きましょう、はい、なんやこれグダグダだなこれ今日、さすがやな今日や、もうこれ、ね、まあちょっとね地元やし、まあ、恥ずかしいですよね、恥ずかしいよね、バレちゃうっすよね、ね、すぐ繋がっていくもんね、すぐ繋がっていっちゃう、そのまあわかる、地元枠ってことでちょっとぼやしとくわ、ありがとうございます、今日はあんまり掘らんといくわ、ありがとうございます、ね、私しゃあない、それは仕方ないですね、プライバシーからね、 OK いいよ、これぐらいにしとこう、いいっすか、うん、なんかちょっと言い足りんかったら、なんか恋にまつわる話、中3のその、おう、その先生、好きだった先生はデビュー戦見に来てくれたっす、おお、この前の、はい、おお、すごい繋がってる、はい、以上です、うわ、なんなん、めっちゃいい話をなんでこう終わらすねんめっちゃいいやん、それえ、なんで分かったん、連絡あったん、そう、なんかその中学校卒業した後も、うん、LINE を知ってて、もうそういう時代なんやな、つながってて、発表になった後に、うん、発表になって、うん、そしたら、うん、じゃあ行くね、みたいな、感じで来てくれた、はい、いや嬉しいな、それ嬉しかったです、あります、いいね、それで原動力になるね、またね、はい、うん、やっぱ応援してもらうっていいね、はい、頑張ろう、ありがとうございます、おい、みんな期待してるから、はい、おい、ありがとうございます、お疲れです、お疲れ様です、ありがとう、ありがとうございます、じゃあリオやっていこう、はい、お願いします、お願いします、お願いします、今回のテーマ、初恋、初恋ですね、じゃあリオ若いからちょっとリアリティ出てもてもあれやから、うん、まあ、ちっちゃい時とか、なんか記憶とかある、ほんま幼稚園、自分小学生、まあ、小学ね、なんか幼稚園とか小学校とかって、うん、あの足早く持てるじゃないですか、はい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 、でちょっと足早かったんで、結構も多分自分で言うのはあれですけど結構持ってたんですよ、はい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 、持てさせていただいたので、もういいね、あのなんかバレンタインとか結構もらったんですよ、もらってもらいたいただいいただいてて、いただいてた、いただいてて、うんうん、そうっすね、あの
お返しが大変だったっていう記憶があるんですけど記憶、うん、もう初恋でもそれでも逆やんもらうもらうですね向こう側からのあれやん初恋ですもんねその中でもあの子ちょっと可愛いなとか好きになっちゃったかも、みたいな好きかも、みたいな基本的にあの自分兄弟が男だったんで、うん、女の子見ればみんな可愛いなって思ったんですよおなるほどその女の子をしなかったのでずっとまあでもその行った幼稚園が、うん、そのなんか結構あの兄が早生まれだったので、うんうん、結構おとなしめな子が行くみたいな幼稚園だったんですよ、うんまあ、ちょっとおとなしなんか早生まれの子が集まるみたいな幼稚園で、そんなんあるんや自分はまあ弟だったんで、うん、なんかまあ何も関係なくてそこ入れられて一人だけすごいやんちゃだったんですけどあそうなんやなんか同い年と子とかも結構あのなんかみんなおとなしくて、うん、自分はやっぱサッカーとか遊びたいじゃないですかおう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 でなんかその初恋では離れちゃうんですけど、うん、あのジャングルジムから落ちて前歯2本かけたんですよ幼稚園の時一番上で立ってポーズしてたらあの落ちてやんちゃやなやんちゃっすよ本当に親は心配したやろなでもう女の子も多かったんでほんとほぼ女の子だったんですよ幼稚園でクラスに30人ぐらいいて、まあ、10人いたらいいぐらいのあ、そうなんや男の子がへえ。なんで、すごいでも恋心というよりはもう遊ぶのに必死だったやな、その頃はなそうっすね、はい、そうっすね、うん、でも、あの一番なんかバレンタインみたいになっちゃってるんですけど初恋っていうかあれですけど小4の時に好きだった女の子がいたんですよお、いるやないあ、小4の時うんで、その子にもらったバレンタインが一番嬉しかったっすああ、まあそらね、はい、好きな子にでもその子は、うん、なんかその子も多分ちょっと好き自分の子好きだったっぽくてだからくれたの？そうっすだから直接じゃなくてその子の友達経由で渡してくれたそれ本気かもしれない逆になんか直接より直接行けんから間接の方がちょっと本気度感じるよね、はい、でも小学校の時とかあんま付き合うとかあんま分かんないじゃないですか分からんなもんで両思いでなんかどうしたらいいかも分からんああ多分その1週間2週間ぐらい多分別のこと好きになってました俺がいいよはいよすごいな小学校の時は小学校結構持ってたんですよ本当に持ってたんですよめっちゃそこ言うでも本当持ってたんですよいやもう本当持てたやろなあ、じゃあ足早かったんでいや運動できる子は持てるよ結構なもんでもう本当にこれなんか多分おかしいなんかあんま信じてもらえないですけど、うん、普通に廊下とか歩く時も、うん、なんかあのこうなんか自分これで女の子の横に、うんました。本当っすよ、本当っすよ。小学校の時。本当っすよ、はい。すごいね。で俺もそんな人いるんや。だからモテました。ドラマの世界です。小学校モテました。あるか分からんけど。小学校モテました。へえ、モテ期。モテ期っす。もうないっす。今やったっても怖いけど。もうないっす。いやすごい。はい、小学校モテ。おすごいなそれ、はい。身長も大きかったの？身長大きかったっす、ね。あもうもう整ってるやん、はい、全部。身長でかくて足速くてねなんか親美容師なんですけど、うん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 、親がもうなんかその結構奇抜な髪の毛、うんうん、うわそこも決まってたんやうわなんかもうほんとモテ要素全部揃ってる何したっけあのエグゼイルの、うん、あの歌手の CG じゃないですか何かアツシ、うんうん、あんな感じの髪の毛だったんで小学生でああいかつすごいいかつかったすごいね本当でもその小学校いや小4の時は一番初恋かなと思いますああそれがねちょっとこう記憶の中にある初恋ってこれかなみたいなのが、うん、小4の時いやすごいでも2週間後には変わってるのもすごいけどねそんなでも考えたことなかったんで今ね、うん、その人と仲良くさせてもらってるんですよ、うん、すごいあそういうのいいねそれ最後言っとかんのねちゃんとねね、はい、もうやって歩いてただけじゃないぞと、はい、ちゃんと今も連絡取れるような、はいそうです関係でいると、はい、素晴らしい、はい、ありがとうございますあざすうんあざすお疲れですあざすゲームお疲れありがとうございますありがとうございましたでは今日もはいよろしくはい今回のテーマはい初恋初恋なるほどユーマーの初恋をちょっと思い出してもらってはいいつやったかなうん焦ってますねでもお中学生ですね中1ぐらいあそうなん焦ってるってもっと小さい時からじゃないあそういうことか付き合ったのかってことだなうわめっちゃリアルなやつ言ってくれるやん、はい、ちょっと恋心を抱いたやつじゃなくていいのそうですねリアルなやつ言ってくれるの小学生の時か
そっちはあんま覚えてないですよ。そのじゃあそうなんやね、こいつのは。それなら、俺は今の奥さんとの出会いとかを話したい、話したいですね。話したい。奥さんとの出会い、大学1年生なんですけど。大学院の時。大学の時ですよね。だから。でも入学式の時なんですけど。え？そんな早いんや。はい。もう入学式で、入学式っていうかその初めてクラスで会って、こう一人ずつ自己紹介するみたいな。時に奥さんが自己紹介してる時に見てて、ってなって。あ、俺多分あこの人だっていうなんか雷が落ちてきたんですよ。うわ、よくドラマとかで言うけど実際に落ちた人おった、雷が。あ、俺多分この人と結婚するっていうのそこまで思ったん。はい、すごい。なんかピンときちゃったんですよね。マジで。はい、あるんですよね、そういう出会いが。まあそれは言いたなるわ。で実際にの、はいはい、結婚してるわけやん。そうなんですよ。でももうアプローチっていうか俺がずっとすぐじゃないやろ、だから付き合ったんも。そうですね、ちょっとは期間ありましたけど。そりゃそうやろ、もうアプローチしたん。ずっとアプローチしました。でもだからしかも大学入学したてだったんで、なんか違う絶対男子も狙ってくるだろうなって思って、もうそこを誰にも俺が言ってるっていうのをあれして近寄らせないようにしようと思って、ブロックして、はい、と思ってちょっと頑張ってましたね。そうなんや。芸能人とかで行くと？芸能人、うん、芸能人は誰だろう。なんかテレビとか見てて、ガッキーとかは最初好きでした、ね、あ、そうなんやね、はい、あ、まあまあ王道ですけど、ね、奥さん似てるもんな。似てますか？え、似てますか？いや、俺もちょっとポイントアップしてもらう。OK です、はい、ありがとうございます、はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。カズキ、お疲れです。お疲れです。今回のテーマ、初恋。はい、カズキの、はい、初恋とかって覚えてる？まあ、子供の時とかでもいいと思うの。覚えてます。おお、幼稚園の時です。おお、幼稚園の時に、はい、対象は、対象は、うん、同級生というか同い年のミキちゃんです。うわ、名前まで教えてくれた。はい、へー、同じ幼稚園に通ってた、はい、みきちゃん。みきちゃんです。みきちゃん今どう思ってるかな。でもあの知ってるんかな。いや、でも途中で引っ越しちゃったんですよね。あ、そうなんや、はい、え、みきちゃんが。みきちゃんが。ああ、それ悲しいやつや、はい、え、幼稚園の間に。幼稚園の間に。うわ、よくなんかちょっとあるな、そういうの。でも付き合った子は行ってまうみたいな、はい、だからそっから、うん、寂しい幼稚園生活でした。うわ、まあ失恋じゃないけど、はい、なんかね、はい、初恋をしときながらすぐお別れが来たと。 はい、うわ、悲しい。初恋の思い出そんなんやったんや。そんなんでした。うわ、好きやったミキちゃん知ってんのかな。でもなんか家泊まり行ったりしてて。おお、だからもしかしたら。おーおーおー、知ってるかもしれないですけど。おお、はい、5人しかいなかったんですよ。え、少な、あの同級生が少な、はい、だからすごい奪い合いや。分からんけど。へえ、はい、そんな環境やったんや。そうです。もちろん今はもう全然もうどこにいるかも分からん。分かんないですね。ああ、はい、そうなんや。またねこれ見てて、はい、かずきくん私のことやんってなったらDM 来るかもしれんな。そうですね。おう、楽しみにしてきます。来た、教えるわ。はい、うん、みーちゃん待ってますと。はい、待ってます。いいね。でも引っ越して思ったらね、なおさらね、会いたいよね。はい、そうですね。うん、もちろん会ってないね、それからね。会ってないですね。ああ、そうやね。いや、いいといいというか。どうですか。いや、もうすごい素晴らしい。どうですか。うん、はい、名前まで言ってくれたの初めてやから。本当ですか。うん、ありがとう。お疲れです。ありがとうございました。よっしゃ。